ねえねえ、りっくん、ながる兄ちゃんの様子がおかしいけどどうしたの？それがね。こっそり僕のへそくりで、キッチンを新しく変えてみたんだけど、すごく嬉しかったらしくて、起きてからずっとああなんだ。とりあえず、あれなんとかしてこいよ、リクシ。そうだね、そろそろお腹すいちゃったしね。ながる兄ちゃん、喜んでくれたのは伝わったから、そろそろ朝ごはんにしようよ。ごめん、腰痛めたから、食堂で食べてね、だって。しょうがないな、早めに学校行くか。うん、わかった。二人とも、ごめんね。あ、僕も電話だ。じゃあ、気をつけて行ってくるんだよ。もしもし、はい。あ、父さん、どうしたの？そうか、わかったよ。僕が確認してから、きちんと伝えることにするよ。そのために、ここに来たんだから。大丈夫、心配しないで。ながる兄ちゃんにも話して、一緒に行ってもらうよ。わかった。ありがとう、父さん。こんにちは、ゆっくりです。クローゼットで子供が遊ぶ姿が可愛すぎて、仕事が手につきません。EAさん、マジでありがとうございます。ご飯3杯はいけます。そうそう、お家の方も少し変えました。前の庭の雪だるまをどけて、少し春らしくしてラマも置いちゃって。キッチンには、ながるさん垂涎の、ちょっとお高い冷蔵庫、コンロ、カウンターを置いて、キッチンの横の机を2つに増やして、まひるくん用のノートパソコンを新しく買って、こたつも片付けて、コーヒーテーブルと、ソファ、あとは小物をもろもろ、増やしました。全体はこんな感じです。だいぶ、家の中の生活感が溢れてきました。小物をあれこれ置くの、楽しいです。長々としたオープニングになってすみません。今回は最後にもお話を入れておりますので、よろしくお付き合いください。それでは本編をどうぞ。今朝は、りくしくんには、新しく買った、キッチン家電のアップグレードをしてもらって、ながるさんには、ガーデニングをしてもらっています。そろそろ、ユリを金魚槽に継ぎ木して、蘭を作れるかな。そして、ガーデニングスキルも上がったことだし、久しぶりに、ながるさんに盆栽をやってもらいましょう。いやそのネタ、パート13でやったからね、もういいからね。という、明らかな米稼ぎは置いておいて、そろそろ子供たちも帰ってくるので、お出かけをしましょうか。というわけで、
ニュークレストの自作のナイトクラブ、というか、閉店に遊びに来ました。一番の目的は、マヒル君の、コンピュータ名人の願望、2時間連続、集中して、テレビゲームをする、を達成するためです。ついでに、学校の友達でもある、マルコム君、ルーク君、大人だけど気の合うトラビス君と一緒に遊んでてもらいます。リクシクには、ゆずちゃんと、サッカーゲームをしてもらって、ナガルさんは、スキさんと一緒にダーツで遊んでてもらいましょう。ほらほら、マヒルくん、寝てる場合じゃないよ、頑張ってゲームして。ウプ主はもっと集中してゲームしてるよ。ゲームは遊びじゃないんだよ、キリ。いやー、それにしても、もっとゲームの種類が増えたら、本気でゲームセンターを建築してみたいですね。あ、建築といえば、先日、バイオハザード2の、ラクーン警察を建築してみました。あ、あと、初めての BL 動画も作りましたので、そちらもよろしければ見てやってください。さて、露骨な宣伝も終わったところで、少し眠くなっていますが、せっかくですから映画も見て帰りましょうか。映画もいろいろ種類があって、じっと見てると、ストーリーがなんとなくわかって、楽しいです。そういえば、もうすぐ、新しい拡張の、ロマンティック、ガーデン、スタックが発売されるようです。いろいろできることが増えるのは楽しいですが、用事の実装も待っていますね、EA さん。さて、翌朝です。今朝は、ナガルさんにオムレツを焼いてもらっています。ゆうべは、遅くまで遊んでいて、ご飯を食べていないので、みんな腹ペコです。ナガルさんの、調味料さばきも、西部劇のようでなかなかかっこいいですね。おお、お見事。でも、なぜか椅子に座らず、立ったまま食べるナガルさん。子供が真似して、喉に詰まるといけないので、座って食べてくださいね。ついでに本日の収入は、1734シモリオンでした。土日はお仕事はお休みしています。そして、家事が済んだら、今日はお出かけしなければいけないところがあります。マヒル、話があるんだけど。父さんから連絡があって、マヒルの本当のご両親が見つかったんだ。それで、これからお会いしに行くんだけど、今からちゃんと全部話すから、一緒に来てくれないかな。わかった。行くよ。思ったより、綺麗なとこで、よかった。花もいっぱいだし、海も見えるし。顔なんて、全然覚えてなくて。ごめん。だけど、俺を、産んでくれて、ありがとう。
サンセット、バレーには、俺を育ててくれた父さんと母さんがいるし、ここにも、リクシ、リクシ兄ちゃんもいるし、ここへも、たまには、会いに来るから、安心しててください。探すのに時間がかかって、ご挨拶が遅くなって、すみません。真昼は、僕の、大事な弟で、大切な家族です。安心して、任せてください。俺も、大事な、家族で、兄ちゃんなのに、兄ちゃんって、呼ばなくなって、ごめん。リクシ兄ちゃん。大丈夫だよ。あたしたちも、大切な家族だよって、伝わってるかな？大丈夫、ちゃんと伝わってるよ。よし、じゃあ、先に帰って、準備するから、手伝って、ながる兄ちゃん。うん、行こうか。全部がわピシュマイ。 Vos don't go out like